本郷奏太くんの俳優業を上回るぐらいに声優業の方がなかなか評価が高いと、そういう話を聞きます。まあ、俳優業でも今んとこね、映画でしか僕はあんま知らないんですよ。もしかして出てるかもしれないんですけど、パッとこう何出てたって言われるのはガンツ、進撃の巨人で牛島くんかなと思います。だいたい原作実写化っていうのが多いね。映画で主演とかはやってんのかな。なんか主演で出てるのは舞台はあるんですね。でもそれ以外ではなんかあるかね。あ、鋼の錬金術師も出るってことは本当に実写、また実写でやるな。なんとも言えないんだよね、まだ。すごいギリギリのとこにいると思うんですよ。いつこう跳ねてもいいような状態のとこに、まだくすぶってるんですよね。でね、その、声優業なんですけど、声優の評価ほんと高くて、その声優ファンっていうのかな。声優側の人たちからも、本郷奏太だけは、なんだろう、認めてるみたいなとこあるらしいですよ。やっぱりそういうアニメとか映画とかそういうスペシャル系になってくると、声優じゃない人が声優やるってことよくあるじゃないですか。あれってどうしても声優ファンからするとそんなに心よくは思ってないらしいんですよ。その心よく思ってないにもかかわらず、本郷奏太だけは認められてるってすごいっすよね。本当すごいんですよ。で、僕もこれどれぐらいすごいかっていまいちピンとこなかったんですけど、知ってます？大成建設の CM、 ベトナムノイバイ空港編ですね。お父さんの背中を見てお父さんのようになるってやつですね。これぜひ見てください。アノテーション貼っとくんで、 URL 貼っとくんでぜひ見てください。うおーって思いますね。うおーって思ったんで、これだけ見てもらえれば全然もう OK です。はい、ということで失礼します。